丸広百貨店、丸広百貨店南浦和店、丸広百貨店南浦和店は埼玉県埼玉市南区にある丸広百貨店の店舗の一つ。丸広百貨店において唯一県王地区に存在する店舗であり、開店以来百貨店として営業をしてきたが品ぞろい面は川越本店とは異なり、生活密着型で良質でありながら百貨店としては、 比較的手頃な価格帯の商品展開を行ってきた。近年周辺地区に大型商業施設の開業が相次ぐなど環境が大きく変わり、家庭用品や医療の苦戦が目立つようになったため、2006年には1階食品フロア以外のほぼすべてが外部テナントの導入による専門店となった。2020年には1階食品フロアも 直営展開を終了し、ヤオコーが出展。現在は事実上百貨店ではなく専門店ビルとなっており、日本百貨店協会の店舗一覧にも掲載されていない。アトレマルヒロを除くマルヒロ百貨店のロゴは小文字で、マルヒロとなっているが、南浦和店だけは、マルヒロが通常ロゴより縦に長く、また、M の字が他のあるヒロよりも大きく一目で通常ロゴとの違いが、 認識できる。このロゴは、折り込みチラシ、店内掲示物、屋上看板等に使われているが、お買い物袋や包装紙は、他店と同じものを利用しているため、通常ロゴとなっている。川越本店に隣接地にある、丸広本社ビルにも南浦和店と同じ M が、大きなロゴが使用されているが店舗では、南浦和店だけである。百貨店店舗所在地 マルヒロ百貨店内に新店発の連携。マルヒロ南浦和店を開設マルヒロも食品売り場強化での狙い一致埼玉新聞。ありがとうございます。